この電車は八尾南行きです。発車までしばらくお待ちください。This train is bound for 八尾南。お待たせいたしました。一番線八尾南行き発車いたします。一番線八尾南行き、扉が閉まります。ご注意ください。本日は大阪市営地下鉄をご利用いただきましてありがとうございます。次は森口です。出口は右側です。The next station is 森口。Station number T12. 夜間透析対応、内科、人工透析の小野山診療所へお越しの方は次でお降りください。森口、右側の扉が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。森口です。八尾南行き扉閉まります。ご注意ください。次は大志橋今市。今里筋線は乗り換えです。出口は右側です。The next station is 大志橋今市。Station number T13. Please change here for the 今里筋 line. お客様にお願いします。座席はできるだけ譲り合っておかけください。なお、優先座席はお年寄りや体の不自由な方などにお譲りくださいますようご協力をお願いします。安らぎメモリアル大新会館、目の健康相談大月眼科本院へお越しの方は次でお降りください。大志橋今市、今里筋線は乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。大志橋今市です。今里筋線はお乗り換えです。八尾南行き扉閉まります。ご注意ください。次は千林大宮です。出口は右側です。The next station is 千林大宮。Station number T14. 千林大宮。右側の扉が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。千林大宮です。まもなく扉が閉まります。ご注意ください。次は関目高殿です。出口は右側です。 The next station is 関目高殿。 Station number T15。車内では携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また優先座席付近では混雑時には電源をお切りください。皆様のご協力をお願いします。勝田被服工場直売のメンズレディースオーダースーツ M2 プラント関目高殿店へお越しの方は次でお降りください。関目高殿、右側の扉が開きます。ご注意ください。ありがとうございました。関目高殿です。まもなく扉が閉まります。ご注意ください。
次は野江宇鎮台。野江宇鎮台です。出口は右側です。 The next station is 野江宇鎮台 Station number T16。 平日夜10時まで、土日も診察の木村歯科へお越しの方は次でお降りください。野江宇鎮台、野江宇鎮台、右側の扉が開きます。ご注意ください。ありがとうございました。野江宇鎮台です。この電車は八尾南行きです。扉が閉まります。ご注意ください。次は宮古島です。出口は右側です。 The next station is 宮古島 Station number T17。 宮古島自動車学校小林産婦人科1号出口より約1分、日帰り白内障手術の早川眼科へお越しの方は次でお降りください。宮古島、右側の扉が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。宮古島です。この電車は八尾南行きです。まもなく扉が閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この電車は八尾南行きです。次は天神橋筋6丁目、天神橋筋6丁目、堺筋線、阪急線は乗り換えです。出口は右側です。 The next station is 天神橋筋6丁目、 Station number T18. Please change here for the 堺筋and Hankyu lines. お客様にお願いします。やむを得ず急停車することがありますので、つり革、手すりなどをお持ちください。6号出口から北へ徒歩約1分、加納総合病院。地上8階に広がる癒し空間、天然温泉なにわの湯へお越しの方は次でお降りください。天神橋筋6丁目、天神橋筋6丁目、堺筋線、阪急線は乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。ありがとうございました。天神橋筋6丁目です。堺筋線、阪急線はお乗り換えです。まもなく扉が閉まります。ご注意ください。次は中崎町、中崎町です。出口は右側です。 The next station is 中崎町、 Station number T19。 ECC 国際外語専門学校、 ECC コンピュータ専門学校、 ECC アーティスト美容専門学校、不妊症専門の検査と治療の扇町 ART レディースクリニックへお越しの方は次でお降りください。中崎町、中崎町、右側の扉が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。中崎町です。まもなく扉が閉まります。ご注意ください。次は東梅田、御堂筋線、四ツ橋線、JR 線、阪急線、阪神線は乗り換えです。出口は左側に変わります。The next station is 東梅田、
Station number T20. Please change here for the Midosuji, Yotsubashi, JR, Hankyu, and Hanshin lines. 車内では携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また、優先座席付近では混雑時には電源をお切りください。皆様のご協力をお願いします。各種チケット外貨両替は大阪駅前第3ビルマイドチケット、コンタクトレンズのアイシティ梅田店、グランフロント大阪店へお越しの方は次でお降りください。皆さん、ただいま全国一斉に春の交通安全運動が行われています。お互いに交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう。東梅田、ホワイティ梅田前です。御堂筋線、四ツ橋線、JR 線、阪急線、阪神線は乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。東梅田です。車内に傘などお忘れ物なさいませんようご注意ください。この電車は八尾南行きです。八尾南行き、まもなく扉が閉まります。扉付近のお客様、ご注意ください。まもなく扉が閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この電車は八尾南行きです。次は南森町、堺筋線、JR 東西線は乗り換えです。出口は右側に変わります。The next station is 南森町、Station number T21. Please change here for the 堺筋 and JR lines. 大成学院大学歯科衛生専門学校、エンターテインメント業界が学べる放送芸術学院専門学校、大阪アニメーションスクール専門学校へお越しの方は次でお降りください。ご乗車ありがとうございます。交通局からのお知らせです。4月11日から17日まで谷松線天満橋駅が最寄りの造幣局において桜の通り抜けが開催されます。便利な桜バスも臨時運行いたしますので、ご来場の際はぜひ地下鉄市バスをご利用ください。南森町、堺筋線、JR 東西線は乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。南森町です。堺筋線、 JR 東西線はお乗り換えです。まもなく扉が閉まります。続いてご乗車願います。まもなく扉閉まります。ご注意ください。次は天満橋、京阪線は乗り換えです。出口は右側です。 The next station is 天満橋、 Station number T22. Please change here for the 京阪 line. 谷町線では平日の初発から9時まで女性専用車両を設けております。ご理解とご協力をいただきありがとうございます。お客様にお願いします。歩きながらの位置情報サービスを利用したスマートフォンゲームなどは大変危険です。おやめください。関西美容専門学校、関西ビューティープロ専門学校、労働相談、年金相談の大阪府社会保険労務士会へお越しの方は次でお降りください。天満橋、京阪線は乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。
ご乗車ありがとうございました。天満橋、京阪線はお乗り換えです。八尾南行き、まもなく扉が閉まります。扉付近のお客様、ご注意ください。八尾南行き、扉が閉まります。ご注意ください。扉閉まります。ご注意ください。次は谷町四丁目、谷町四丁目、中央線は乗り換えです。出口は左側に変わります。The next station is 谷町四丁目。Station number T23. Please change here for the Chuo line. For Osaka Museum of History, please get off at the next station. 外国人の入国手続きのご相談、大阪府行政書士会。保証のことなら、全労災共済ショップ谷町へお越しの方は次でお降りください。なにわの歴史を一巡り、大阪歴史博物館は次の駅が最寄りでございます。谷町四丁目、谷町四丁目、中央線は乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この電車は八尾南行きです。八尾南行き扉が閉まります。ご注意ください。次は谷町六丁目、谷町六丁目。長堀鶴見緑地線は乗り換えです。出口は右側に変わります。The next station is 谷町六丁目。Station number T24. Please change here for the 長堀鶴見緑地 line. 交通局ではお体の不自由な方へ積極的にお声掛けを行っております。お客様もお困りの方を見かけた場合はお声掛けをお願いします。24時間年中無休のフィットネスクラブエニタイムフィットネス上町店へお越しの方は次でお降りください。谷町6丁目、谷町6丁目、長堀鶴見緑地線は乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。谷町六丁目、谷町六丁目です。ご乗車ありがとうございます。八尾南行き扉が閉まります。ご注意ください。次は谷町九丁目、谷町九丁目。千日前線、近鉄線は乗り換えです。出口は左側に変わります。The next station is 谷町九丁目。Station number T25. Please change here for the 千日前 and 近鉄 lines. お客様にお願いします。車内や駅構内で迷惑行為を受けられたり見かけられた方は、乗務員または駅係員までお知らせください。大阪府盲人福祉センター。大学受験の寸大上本町校へお越しの方は次でお降りください。谷町九丁目、谷町九丁目、千日前線、近鉄線は乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。谷町九丁目、谷町九丁目です。ご乗車ありがとうございます。八尾南行き扉が閉まります。左右空いた扉より分かれてご乗車ください。八尾南行き扉が閉まります。ご注意ください。次は四天王寺前夕日が丘。四天王寺前夕日が丘です。出口は左側です。
The next station is 支店の地前夕日が丘 Station number T26。大阪信用金庫本店。土地活用なら3号出口最寄り熊州本社ビル熊州公務店へお越しの方は次でお降りください。ご乗車ありがとうございます。ただいま全国一斉に春の交通安全運動が実施されています。お体の不自由な方やお困りの方を見かけた場合はお声掛けをお願いします。本日も谷町線をご利用いただきまして誠にありがとうございます。支店の地前夕日が丘、支店の地前夕日が丘、左側の扉が開きます。ご注意ください。支店の地前夕日が丘、支店の地前夕日が丘です。ご乗車ありがとうございます。八尾南駅扉が閉まります。ご注意ください。次は天王寺、天王寺御堂筋線、JR 線、近鉄線、上町線は乗り換えです。出口は左側です。 The next station is 天王寺Station number T27. Please change here for the Midosuji, JR, Kintetsu, and Uemachi lines. お客様にお願いします。車内および駅構内で不審物を発見された場合は、触らず直ちに乗務員または駅係員にお知らせください。コンタクトレンズのアイシティアポロ店。天王寺御堂プラザ店中3コース新規開設、難関大学受験の河合塾天王寺校へお越しの方は次でお降りください。天王寺、天王寺安倍地下前です。御堂筋線、JR 線、近鉄線、上町線は乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。天王寺、天王寺です。ご乗車ありがとうございます。八尾南駅扉が閉まります。左右空いた扉より分かれてご乗車ください。扉が閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この電車は八尾南行きです。次は阿部の、阿部の出口は右側に変わります。 The next station is 阿部の Station number T28。 7号出口西へ約3分、花粉症予防と治療の秋田医院へお越しの方は次でお降りください。定期券をご利用の皆様、使い方次第で今よりもっと便利になるマイスタイルや、乗り放題だからシンプルで使いやすいプレミアムなど、スマートに通勤できるピタパカードをご利用ください。阿部の、阿部の右側の扉が開きます。ご注意ください。阿部の、阿部のです。ご乗車ありがとうございます。八尾南駅扉が閉まります。ご注意ください。次は、踏みの里。踏みの里です。出口は右側です。The next station is 踏みの里。Station number T29.通科ファッションクリエイター科保育科の中央学園高等専修学校、5号出口より南へ約200メートル、マイホームの購入売却のご相談、リベラルエステートへお越しの方は次でお降りください。
踏みの里、踏みの里。右側の扉が開きます。ご注意ください。扉閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この電車は八尾南行きです。次は田辺です。出口は右側です。The next station is 田辺、station number T30。田辺。右側の扉が開きます。ご注意ください。扉閉まります。ご注意ください。次は駒川中野。駒川中野です。出口は右側です。The next station is 駒川中野。Station number T31。お客様にお願いします。座席はできるだけ譲り合っておかけください。なお、優先座席はお年寄りや体の不自由な方などにお譲りくださいますようご協力をお願いします。日帰り白内障手術コンタクトレンズ処方の藤本眼科へお越しの方は次でお降りください。駒川中野。右側の扉が開きます。ご注意ください。扉閉まります。ご注意ください。次は平野です。出口は右側です。 The next station is 平野。 Station number T32。 宝石、時計、ブランド番組の買取販売質屋の大江へお越しの方は次でお降りください。平野。右側の扉が開きます。ご注意ください。扉閉まります。ご注意ください。次は切れ売り割りです。出口は右側です。 The next station is 切れ売り割り。 Station number T33。 日帰り白内障手術目の健康相談の眼科高橋クリニックへお越しの方は次でお降りください。切れ売り割り。右側の扉が開きます。ご注意ください。扉閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この電車は八尾南行きです。次はデトです。出口は右側です。The next station is デト。Station number T34。デト。右側の扉が開きます。ご注意ください。閉まります。ご注意ください。
次は長原。長原です。出口は右側です。The next station is 長原。Station number T35.長原、長原。右側の扉が開きます。ご注意ください。扉閉まります。ご注意ください。次は八尾南、八尾南。終点です。脳外科、内科、整形外科、厚生会第一病院は次でございます。本日は大阪市営地下鉄をご利用いただきましてありがとうございました。八尾南、八尾南、終点です。お忘れ物のないようご注意ください。右側の扉が開きます。ご注意ください。This is the final stop, 八尾南, station number T36. Thank you for taking the subway. ご乗車ありがとうございました。八尾南、八尾南、終点です。車内にお忘れ物のないようご注意ください。お出口は続いて右側です。